ちょっともう一回戻ってこうかなって感じで今日はあの秋秋でショールームブログ書く時間ショールームって感じでできたらいいなと思っておりますそうブログなんかすごく長いんだよね私あ,あと写真の写,写真とかを選ぶ時間とかも結構かかるんですよねあのいつもパソコンで選ぶんですけど同時進行がねできないんですよ 多分無言になっちゃう、ほら。なんか無言が3分続いたらダメなんでしょ、こショールームって。ね。竹下通りで何その日は一人で買い物してました。昨日、雨の中。小雨が降る中で。小雨が、ほんと小雨だったの、昨日の雨。なんか、シャーっていう小雨で。ほら、なんか、まなざしさよならみたいな小雨ってこんなんなんだろうな、きっとって思いながら。 あの心の中で「マナ弟スさよなら」を歌いながら傘さしてたんだけど途中でブーンってなってハ <laughs> ンってなってやめましたモを見てよありがとうモを見てねモをなんか結構喋ったことない話したことないことを結構話しましたうん一人で暴れてると思いますそう原宿原宿 誰も気づかないのなんか昨日かい外国の方がすごく多かったですね。いつもだと思うんですけど。あと昼間にいたので学生さんとかもほとんどいなくて。うん。えもモ見た。ありがとう。ゼロポジー見た。ありがとう。もうもん見たよ。門。明日鳥、あ、そう、明日はあのー、鳥の番組に出させていただくので。 ぜひチェックしてください。楽しみに。ワードトーキング。ほんに。鳥について語りました。明日は0615オウムインコの日なんですよ。そう。だからね、鳥の日なんだよ、明日は。知ってた見てね。カナダから見てる。あら。遠くからありがとう。ファンミーティングまた行きたい。そうね、トークショーね。やりたい。トークショーまたやりたいです。待ってて。ちょっと、あのー、スタッフさんも、あのすごくいい回だったねって言ってくれて。 私のさ、ここのさ、下のさ、人のさ、鳥率やばくない鳥、鳥、鳥、鳥。この辺にも鳥、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 鳥。めっちゃ鳥やん、みんな。いいな、私も鳥欲しい。めっちゃ鳥おるやんやば <laughs> いいな、鳥。な、なも女、これ。いや、見えない。え、待って。1、2、 3,4,5,6,7,8,9,10,1,2,3,4,5,6,7,8,9飛んでるやついる。もうんうんうん、ね、今見るだけでも20ぐらいいるね、鳥ね。めっちゃ鳥おるや私のためこいつか全部鳥になったりする鳥引けないよ。あ、これは9時なの、鳥は。9時なのかね。20はぐらいおるね、20ぐらい。 なんかさ鳥の人もいるしさ、なんか自分で描いたよみたいな絵の人もいるじゃん。それはな、なん、この、さ、ハムスターとかさ。あと、なんかこっちの方にハニワーとかいるんだけど。ハニワーとかも人間。あこれ待ってえ、待ってえ待って普通の鳥じゃないのいる。なこれかわいい。アヒルアヒルユリティさんのこれアヒル超かわいい。カエルモールしないカエル鳥。 アはとんどる犬あとは、うさうさぎあとなんか下の方で花見してるなんかカステラみたいなおじいちゃんいる面白っだってコメント見えなくなったあ来た来た来た えぇー。あ、そう、だるまもいっぱいおるね。あ、ネズミなのかネズミか。そうか。じゃあね、あのー、はい。もう一回。夜やろうかなって思ったんだけど、あのー、何人かさっきコメントしてくれてたので、あの、恋工場で昨日、ヒューヒューみんなしてねーって言ってたじゃないですか。かすごい皆さんヒューヒューしてくれてるみたいですごく嬉しかったので、実はあのー、恋工場の、あのー、 役の、あの、メガネもらったんですよ。じゃーん。だから、あの、かけてみ、かけてみようかなと思って。めっちゃ醜い光ってるじゃん。できる女っぽいですかメガネ。ヒューヒュー,ヒュー,ヒューあの時はなんか髪の毛めっちゃ巻いて、ぐるぐるしてたから、下ろしてたから、ちょっと雰囲気違ったんですけど。 メガネいいよって人はもう星どんどん投げてください。へいへい。星、イエー似合うイェーイ。これあれだね。画面が映っちゃうね。似合う。似合う。ありがとう。ほんと似合うなんか。ほんとイェーイ。 星がラーメンを作ってるよ。ええー、食べたい。土入り、土入りじゃないです。私、目悪くないんで。星貧乏受ける。放課後キス好き。何それ放課後キス。メガネ、ああ、メガネ、メガネの時、赤そういえば、やってましたね。メガネー、メガネー、鳥です。 こんな教師っぽいね。まあね、私教えることなんてそんな大したことないですけどね。メカネ、メカネ。さあ、何分までやろうかなあ、もうすぐ10時。台湾行きたいいつ来るのって行きたいよー行きたいよー料理作れますよ。むしろ料理、料理ぐらいしかできないんだ私。料理するかステージ立つかぐらいしかできないんで。はい。 メガネはもうレ、千 h a n ー you, レあられちゃんメガネ、あられちゃんメガネ今持ってないな。あられちゃんメガネはないな。ごめん。ヒューヒュー。海外行ったことありますよ。でも SK に、SKE でミュージックビデオで行ったぐらいですね。海外は。全体的に。 腰吸ってあ、ずれたあ。中国の方がいるのありがとう。マキコのフィギュア。あ。これね、私は曲げてる。青メガネも持って、青メガネ欲しいんですけど、青メガネってこと売ってないんですね、あんまり。そう、メガネ、メガネですごく。 親近感湧いたから青メガネ欲しかったんですけどね、なかったんです最近なんかお笑い見た。家でなんかね、録画しといたの見た。なんだったかなすごい面白かったです。あの、東京だったかなで見たのかないや、違う。録画だからうちで見たんだ。なんかね、面白かった。いろんな芸人さん、なんか有名な芸人さん、すごい。また鳥増えたな。鳥増えたね。 それ増えたことねええ、え、やば !12345678910123456789101112131415 やべ、30話ぐらいになったやーべえみんな一回出てからやってきたなやば、やばっやばやばやば,やば。おもろっ。みんなすげえ、さすが。10時だー !10 時だーじゃあちょっと10分ぐらい遅れてきたんで10分ぐらい延長します。 もう、はじめましねこれ何もないな。鳥の巣状態やね。ほんとだね。こんな鳥が集まっとるとこもないだろうね。鳥だあ、鳥になってきたよっていう人がいる。ありがとう。<laughs> ありがとう。鳥の巣だ。ほんとだ。噛みたいよ。噛み、みたいよ。みんながかな。みんなが噛みたいよ。なかなか眠れないときの。 寝方。いや、私、眠れない日がないんですよ。逆に、ほんと、こんなにしょっちゅう寝なくて済むようになりたい。寝ても寝ても、寝ても眠たいんですよ、私。ああ、眠たい。うーん。取り当てたい。ああ、じゃ大丈夫。こんな感じ。ちょっと薄くなったかな。こことここ、あざだったんですけど。 しんどい。は見えない。ジーパンだから見えない。やべえとやべえと。何時間寝るのうーん、寝れるだけ目のクマの消し方。いや、もう私も見てよ、このクマ。クマひどい人だから無理。私も聞きたい、クマの消し方。私、貧血なんで。貧血だし、なんか。 皮が薄いらしくて。うん。ダメなんです。取れないんですよ。目力。はい、目力。美白だし。うーん、色は白い方ですね。確かに美白って言うのかわからんけど。生レバー食べるしか。あ、普通のレバーは食べますよ。生レバーも好きですけど。 <laughs> あなたのことが好きだからありがとうすげえ W 棒 W 棒 W 棒みたいなの来た白レバーおいしいよ。へえ指立ての最初歌って ー、フォーですかここで大声出したら、あの、迷惑なのでやめます <laughs>。ここであの、あの声。まあ、あの声は出せないんですよ。あもう、手術しちゃったし。声変わっ、なんか歌ってる時の声が違うんですよね。まあ、一緒だけど。一緒だけど若干違う。あー、馬のレバ刺し。多分食べたことある。 美味しいよね。ユッケ大好きだし、生肉のが好きですね。青メガネ送ろう。おぉ、青メガネ、ほんとに売ってないんだチュリのお互い好き。ありがとう !Thank you! うんふう、うっう、う。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  勉強を好きになる方法教えてください。好きなものだけ好き、極めればいいんじゃないダメか。うーん。うん、でも私は好きなことのために頑張ってたからな。料理がしたいから料理ができる学校に行って、その他の勉強も頑張ってたし、まあそんな頑張ってたって,ってもあれなんですけど。 <laughs> それでもいいと思いますよ。ね、ね。そうそう、勉強、勉強。ちょっとでもなんだろうね、勉強をさ、こう強制的にやらされるとさ、やりたくなくなるんだけどさ、こう義務教育が終わるとさ、なぜかなんか勉強したくなるよね。なんでだろう。ね、もっといろんなこと知っておきたいなって思う。 うん。微中。微中です。微中です。治療天才天球です。微中です。いやいや。ー。かりんのところに秋元先生が来てるよ。今言ってるんですか秋元先生。来ない気がする、ここには。 え、来たはっうわ、ん、そうすれば。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、今日新曲発表されたようで、とっても楽しみにしています。え、これって本当に秋元先生が見てるのやば、鳥の中に秋元先生がいる。鳥の中にいる。<laughs> やば。 よろししくお願いしますすっごい汗かいたすっごい変な汗かいてるいい曲だよおいい曲だよどん,どんな曲なんだろう金の愛、銀の愛でしたっけ今日あのー、S 公演で発表されたということで、うん、755で次の SK の曲はすごくいいっていうのを書いてらっしゃったっていうのは聞いたのでとても楽しみにしてます まだ多分さ先なのかないつは、発売日はまだ発表されてないですもんね、うん。楽しみ。いや、じゃあもう。あ、そうですね。ドラマの主題歌ですね。ジュリナさんの。なんかかしこまっちゃう。なんか普通の話したい。あ、おの、おのじゃないよ <laughs>。あの、金のの銀ののね。8月、あ、8月 ?8 月なんだ。 ええ、8月17日。そうなんだ。知らなかったです。鳥の中の秋。本当に鳥だらけになっすごいね。本当に鳥だらけじゃん。この辺全部鳥鳥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 から鳥鳥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  グリーンカレー今週まで。あ、そうなんです、ね。エスキーカフェのグリーンカレー今週までなので、ぜひ食べてください。やっぱこれがいるとね、安心するんですよ。なんか一人でやってると寂しいんですけど、あ、ここにもう一人いるような気分になるんですよ。<laughs> うーんと。チース、チース。アルバム、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 出したいです。 スケードアルバム出したいですえー、っとグリーンカレー辛すぎちょっと辛いんですけどね2人そうあこの分ね